技を極めるためにすごい時間をかかったっていうか、そうやってまあ時間かけたからこそ今の担ぎ技で一本取れるのかなっていうふうに思います。現在日本体育大学の2年生、世界王者の証赤ゼッケンを背負い、自分が納得するまで一心不乱に稽古をするのが阿部一二三の変わらぬ流儀だ。練習後はきちんきちんと畳み、他人には触らせないという徹底ぶり。道具を大切にする一流のこだわり。潮の香り漂う柔道場で、自分よりも重い階級の選手を相手にひたすら自分を追い込んだ。高校に入り、その強さは加速。国内ではあらゆる主要な大会を制し敵なしだ。阿部は早々に復活していた。一体何があったのか。よし、阿部一二三君16歳、全国高校総体男子66キロ級で優勝した柔道界のホープだ。得意技を聞いた。強い投げです。投げた時が一番嬉しい。目標は柔道部の阿部君はこの学校の2年生だ。1年生の時には全国高等学校柔道選手権大会で持ち前の投げ技の威力を見せつけて、小さい頃からの努力もあって練習もあって、負けん気の強さと何があってもへこたれない精神力が勝負の決め手。攻めの柔道を展開する。プレッシャーをもバネにする強固な精神力。勝つために心がけていることとは。課題を持って練習をするっていうことに心がけていて、いつも試合の前は誰よりも自分が強いんだっていうのは思ってます。自分を信じてオリンピックに突き進む阿部君。2020年東京オリンピックはもちろん、2016年のリオデジャネイロオリンピックでの活躍を誓った。
圧倒的な力で一本取りに行く柔道っていうのが彼の強さを支えているのがこの体。コツをつかむのに時間はかかりませんでした。そうあ、いいね、うまいですね。これ負けて、もうダメかなっていうふうにそういう気持ちになってたんですけど、先生とか、いろんな人にまだリオ狙えるからっていうふうに言葉をかけてもらって。妥協したらあかん、ほらおれ。何も分かってんねん、お前。ただ熱い死ぬだけやろ。お前、その気持ちを鍛えると力強いな、強いな、これ強いな。うわもう絶対ちょっと待ってどうした。いや、力強いよ。耐えらんない。の阿部を苦しめることになる。どちらかというと僕は結構バーンって入って投げるっていうか浮かすっていう部分がそういうなんかゾクゾクっていうかうわーって興奮する系が好きなんかな。オリンピックに本当このあと3年ちょっともう自分の全て費やしていいっていうぐらいの思いでやっていきたいなっていうふうに人としても尊敬されるような人になりたいなっていうふうに思います。